エトラちゃんは見た。俺は赤松。数年前、娘のユリが7歳の頃に嫁と離婚した。俺は嫁も娘も大好きだったが、なぜ別れる羽目になったかというと、私たちもう一緒にいる意味がないと思うの。え、なんで？あなた仕事ばっかりでほとんど家を留守にして、育児も家事もしてくれないし、その上今度はベトナムに転勤で一緒についてこいですって。冗談じゃないと。ここまで嫁が言った通りだ。俺の部署は出張が当たり前で、家にはほとんど帰れず、子供との時間も作らず、家事も俺がやると嫁が適当にやるなと怒ってくるから。ねえ、まだ汚れが残ってる。結局嫁に任せちまって。もういい、どう言って。まあ正直、日銭を稼ぐくらいしかしてなかった。それもその給料ですら嫁の方が上だったのだ。けじめをつけたいから養育費はいらないわ。私一人でも十分ユリを育てる蓄えがあるし、どうせあなたが家にいないのなら、いっそ自由になりたいのよ。わかった、それならしょうがない。そして俺は離婚に同意した。それから俺は単身ベトナムへ。はい、お待ちどうです。あ、来た来た。うーわ、うめえなんてな。もう親父ギャグ寒いからやめて。パパ寒いよ。うん、はあ、元気にしてるかな二人とも。そして月日が流れ、あれから5年経った。よっ赤松、お前日本に帰るの決まったぞ。本当ですか。おう、管理部門に異動になるから今後出張はなくなるぞ。給料も大幅アップだ。ありがとうございます。こうして俺は日本に帰ることになった。うわぁ、久しぶりだな。帰ったらまず墓参りしねえと。俺の両親は俺の結婚前からすでに奇跡に入っていて、実家には今誰も住んでいない。ただいま。うわ、ひでえ、ほこりだらけ。住人がいないとこんなに劣化するもんなんだな。娯楽に走らなかった分、貯蓄はあるし、よし、思い切ってリフォームするか。そしてリフォームが無事に終わり、俺は一人では広すぎる一軒家で暮らすことになった。あなたね、何か言わせるの。靴下はちゃんと裏返してカゴに入れてちょうだい。おう。それから洗濯物はきちんと伸ばさないとヨレヨレになるでしょ。おう。電気はその都度消す。パパ、ユリと一緒に遊んでよね。広い部屋に一人でいると物思いにふける。テレビでも見よう。俺はなんだか寂しくて懐かしい気持ちになっていた。テレビでは派遣労働者雇い止めのニュースが流れていた。ここで3ヶ月前に雇用を打ち切られた A さんのインタビュー映像をご覧ください。派遣切りか、いつになっても不景気だな。 A さんは5年前、旦那様と離婚して現在は一人娘と暮らしています。A さんは今どういった心境でしょうか。5年前に私の勝手な思いで主人と離婚して、それでも娘と2人でやっていけると思ったことを後悔しています。え、5年前。私は主人と離婚して1年ほどでリストラに遭い、その後派遣社員になりました。私が以前のキャリアをなくして今職を転々としているのは、夫を切り捨てた罰が当たったのかもしれません。ですが今の私では娘に十分な教育を受けさせてあげられません。そのことが悔やんでも悔やみきれないのです。5年前までは幸せな生活だったと。しかし今はその幸せを手放してしまったことを後悔されています。彼女たちは再び希望の光を見つけることはできるのでしょうか。あ、この写真、テレビに写った写真はぼかしこそ入ってはいたが、間違いなく俺たち家族の写真だった。できることなら夫に謝りたい。でも私にはもう会う資格がありません。もう自分で何とかするしかないんです。ゆずりは、まさか俺のいない間にこんな苦労をしていたなんて。それに俺への負い目から一度も連絡せずに、その後俺は何度もゆずりはに電話をかけたが、ただいま電話に出ることはできません。どうして出てくれないんだゆずりは。何度かけてもあいつは出てくれなかった。そして1週間後、ゆずりはからだ。やっと電話に出る気になってくれたのか。もしもし、ゆずりは。パパ。え、ゆり。電話をしてきたのは娘のゆりだった。そしてその翌日、ゆずりは、ゆり、勝手に電話してごめんなさい。私ずっとパパに会いたかったの。でもママは今更パパには会えないからってずっとパパを無視してたから。ありがとうゆり、俺もお前たちと会えて嬉しいよな。ゆずりはもこっちを見てくれよ。
ごめんなさい、赤松。私、あなたにひどいことを。いいんだ。そのことならテレビで見たから。やっぱり見てたのね。まだ海外にいると思ってたのに。残念でした。もう出張のない部署に移動したんだよ。なあ、ゆずりは。俺も昔のことを反省してるんだ。俺たち、もう一度やり直せないかな。今度こそいい親父になるよう努力するよ。だから、な。ママ。少し、考えさせて。その後結局、俺たちは再構築することになり、先日席も入れ直した。ゆりは幼稚園時代からの友達と再会し、塾にも通えるようになり、ゆずりはは新しい派遣先が決まって適度に働いている。そして、あ、洗濯は俺がするよ。あなた、ずいぶん丁寧に干すようになったのね。まあね、一人でいた時、ずっとゆずりはに怒られてた時のことを思い出してさ。もう、まさか怒ってる時のことしか思い出してないわけ？何よ。5年離れてみて、俺たちはお互い家族の大切さが身に染みたようだ。ゆり、来週みんなでネズミランド行こうか。本当？やった。ゆりにも大変な思いをさせてしまった分、これから家族の思い出をたくさん作るよう努力しようと思う。ご視聴いただきありがとうございました。離れてみてようやく家族の温かさがわかるってことですね。そして何よりお互いに良くなかったところを自覚して反省をしたりするって大事なことです。それにしても海外から日本へ帰っていたこと、ちょうどテレビを見ていたことなど、いろんな偶然が合わさっていたおかげでできたことですよね。いえ、きっと偶然ではなく必然だったんでしょう。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。